第3代クラッシュアンダー70キログラム級王座決定トーナメント準決勝の第2試合です。中村さん、はい、第1試合の方は去る1月4日山崎陽一が山内陽太郎を壮絶な一戦で KO しましたよね。そうですね、はい、山崎とどちらが戦うのかという、はい、一戦です。まあやっぱりあの1月4日の、山崎選手 の KO 勝ちというのはものすごくインパクトもあって、はい、まあ、あれでねこの試合へのこう期待感というか、まあ、まあ比べられると思うんで、はい、そういった部分でもハードルも上がったと思うんですけど、まあこの2人、まあ、元同門ということで、はい、そういった部分もクローズアップされてますけど、やっぱそれを抜きにしてもやっぱあの山崎選手の試合以上のものをやっぱ見たいっていう判断の人もいると思うんでね、そういった期待に応える試合を見せてほしいなと思いますね。そうですね。松倉青いグローブです。語るにはそのファイターとしてちょっと優しい部分といいますか、非常に攻めきれない部分があるんだなんていうふうにも語りましたけれどもね、まあまあキャラクターというかこう陽気な、はい、いつもこうニコニコしてる選手なんですけど、まあ、この日ばかりはあの対戦カードが決まった時の会見だったり、あの前日の会見でももうほとんどまあ笑顔もなくて、はい、まあ、かなりこうシリアスな雰囲気出してたので、まあ、やっぱそれだけ この試合にかける気持ちでもあると思うので、まあ、あとは勝利が絶対必要というような、そうですね、そういった状況じゃないですかね。もう2人が今合わせ鏡のようにガードを高くしてローキック、はい、パンチの攻防です。バンゲリングベイスピリット所属の中島裕樹、赤いグローブ、元同門である松倉慎太郎は現在トライハードジム所属ですよね、はい、状況を変えておよそ1年、自分は成長してきたんだという松倉、それに対して中島の方は、中村さん、クラッシュ王座には2度チャンスがありましたよね。そうですね、まあ、本当にこうクラッシュらしいこう倒す試合というのができる選手で、まあ、今度これぞクラッシュという手も多い選手なんですけど、まあ、なかなかこのベルトっていうのの部分ではこうあと一歩の手が届いてないんですよね、はい、なんで、まあ、松倉選手も自分にこの試合勝つことが必要だって言ってましたけど、中島選手も同じようにこういった試合で、はい、勝ってベルトまでっていうのはあまり口数多くない選手なんですけど、はい、秘めたものはやっぱあると思いますね。そうですね、ここまでの展開の中では今強いミドルキックからパンチへ中島がつなげてきました。これだいぶ小比類巻選手緊張感があるように見えますけれども、いかがですか。そうですね、中島選手があのすごく動きがいいですね。中島はいい、いいですね、はい、あのまあ、松倉選手はもともと運動神経もすごく良くて、はい、いろんなバランスいい攻撃を出すんですけど、まあ、中島選手がすごく動きがいいなって感じで見てますね。速さがありますよね。本来あの右のストレート、はい、右のストレートを狙ってどんどん詰めていくタイプなんですけど、なんかあのリズム感もすごくいいなって感じますね、はい、また顎をしっかり引いてガードも高くして隙がないという印象です。中島、どちらが自分から出ていくかというのも中村さん気になる攻防ですけれども、ね、はい、そうですね、まあ、もう練習しなくなって約1年ぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、ある程度やっぱり手の内というのはお互い分かっていると思うんで、その中でどう試合を組み立てていくかはもう本当にお互いのこの技術の引き出しの多さになってくると思うんで、そうですね、アメリカフロリダ州マイアミ出身という経歴も異色なんですが、クラッシュユースグランプリ2012年の優勝者、さらに K-1 甲子園2009年の王者でもあります松倉、常に期待がかかってきました。さあ第1ラウンドと同じように2人が相対します。中村さん、どう動くかですね。そうですね、でもちょっと中島選手はこんだけこう蹴っていくっていうのは、はい、まあ、あんまりちょっと予想しなかったですね、その必要最小限の動きの中で先手を取っていくかのような、やっぱこう攻撃力っていうのはすごくこうやっぱイメージ印象に残ってる人も多いと思うんで、中島選手の場合は、はい、松倉選手がうまくこう試合組み立てていって、そこをどう攻略するかかなと思ったんですけど、はい、中島選手の試合の組み立てが非常にいいなと、はいはあ、いうのを感じますね、ここまでの展開では。確かに今までの2人のキャリアで見ましても、その
テクニシャンぶりは松倉で、はい、何か中島はこうゴツゴツとポコツな印象すらありましたよ ね。その中で倒してきたというのが中島なんですが、木戸康弘選手に挑戦して、はい、中島選手負けてしまったんですけど、その後に一回ムエ、まあ、タイルールの試合を1試合経験してバンコクで、はい、そのルールにチャレンジしたことはすごく自分の戦いの幅を広げたってことを言ってたんですよね。なのでもしかしたらその経験っていうのが、はい、例えばこう左ミドルいっぱい蹴るとか、こう距離しっかり前に取るとかそういった部分に生かされてるんであれば、はい、なんかいい意味でそのムエタイ色っていうのがプラスに働いてるんじゃないですかね。そのいい意味でのムエタイ色といえば青コーナートライハードジムにももちろんありますよね、はい、そうですね。松倉選手もあのノッパでそのトレーナーの下で、はい、その取り組んでたとは思うんですけど、ことこの中島選手と戦っているというふうな中島選手の方がその技の幅の広さがちょっと目立つかなという印象ですね、はい。さて小比類巻選手、これ、はい、第1ラウンドと同じ間合いのように見えるんですがどうなんでしょう。まあ、中島選手は膝蹴りとかも使ってきましたよね、はい、だから、うん、技の出し合いとしては、まあ、中島選手攻撃重いので、ローにもいいし、はい、パンチもいいし、あと右の膝も飛び込んでの、膝もあるなっていうところはちょっと目立ちますね、はい、あこの右の1割もいいですよね、そしてこのミドルキックですね、そのチラシという言葉が小比類巻選手からありましたが、チラシていきますね、重いですねこの、あと奥足もいいんですよね、今、はい、多分あとは右のローの返しもいいですし、はい、そして左ミドル、何かもうミドルキックでもダメージを与えられるような、そんな衝撃から膝、それで多分出てこようとするところにあの飛び膝だったり、あと右のパンチ狙ってると思うんですよね、はい、やっぱりパンチもありますからね、中島そういう、 こう一発への組み立てが非常にいいですね、今日は、左ミドルは松倉も放つ、はい、落ち着いて見えますね。最終ラウンドです。ここで勝った方が山崎陽一と決勝戦に、山崎陽一との戦いに進出いたします。かつて山崎に勝っているのが松倉、敗れているのが中島なんていうデータもあります。なので松倉選手はちょっとこうペース変えたいですよね。そうですね、ちょっと後手後手に見えてしまう展開なんで、決してそうではないんでしょうけれどもね、はい、何か中島の方が上回っているという印象があります。よく攻撃を散らしているスピードもある、リズムから飛び膝、やっぱり小比類巻選手思い切った攻撃もありますからね、中島。あとやっぱり同門ということもあって、はい、まあ、先輩後輩、その辺でもなんかあったんじゃないですかね、そのプライドみたいなもの。結構試合の前のいろんな選手予想しても、まあ、技術とか引き出しは松倉選手が上だと思うけど、やっぱこう意地が中島選手あるだろうなっていうところで中島選手有利っていう人も多かったんですよね、そうですね、今回まさにそんな感じですよね、いつもよりも意地が全然違います、ね、ここの飛び膝飛び込んでいく、より膝の数を多くしてまいりました。さらにローキックも忘れない中島、松倉も小比類巻選手前に出てきますね。そうですね、それでもその後中島が強いプレッシャーを押し返していきます。譲れないですよね、ここで引きません。これが中島の強さか、膝左ロー、松倉選手今みたいにプッシュしてよかったんですけど、その後にすぐ出ればよかったですね、そのプッシュからの攻撃得意としていますよね松倉、それでもその後につなげるのはパンチからローキックの中島です。なんか攻撃でやっぱ終わってる印象があるっすね、中島選手の方が最終的には、またガードも固く顔面へのパンチあまり食らっていないような、肘でもしっかりボディへのパンチブロックしていますよね、中島。さらに左インの攻撃の焦点をたくさん作ってというのが中島、アッパーも松倉、さらにストレート松倉なんですが、押し合い押して前に出て打ち勝っていこうとするのが中島です。さあ中村さん、はい、これ今ホールディングコート注意がありましたが、そうですね、残り30秒切りました、ね、
右、はい、トビーザー、ここに来て中島の攻撃のバリエーション、松倉も思い切ったところ、さらに右、はい、中島一旦距離を取って、いざ左ミドル、左ロー、右フック、攻撃に理にかなった、いざ中島、まだいざ、松倉も返す、ここで試合終了、最後の最後は抱き合って終わっています。目を合わせないようにという表情に見えたのが中島、それをしっかり見ていたのが松倉、最後の、はい、右の膝蹴りがあのポイントというか、目立ちましたね、最後の膝蹴りが、それをまた何発もいい形で重ねましたよね、はい、連発でやってましたね、はい、さあ両者中央へ、延長が1ラウンド用意されていますが、まずここまでの判定どうだ、ジャッジはな30対29、赤中島、僅差で中島、ジャッジにともとけ30対29、赤中島、中島弘樹決勝進出です。元同門対決を制しました。戦略面でも見事だったように感じます。さあ会場では中村さん、山崎雄一が見ていますからね、はい、そうですね、あ、まあ、山崎選手の試合は本当一発 KO だったんですけど、また違う緊張感のある準決勝だと思うんで、楽しみですね、この2人は、はい、そうですね、展開がそうでしたから、おお、山崎雄一やってきました、ゴツゴツと音の聞こえる攻防を得意としています、ハードパンチャーの山崎雄一、4月12日クラッシュ53で相対するのは中島弘樹となっています。さあ現時点でどんな言葉が飛び出すか、今日は本当に応援ありがとうございました、試合が決まって、まあ、松倉が前のジムで一緒で、松倉もすごい強くなってて、この試合が決まってからすごい自分の中でプレッシャーがすごいあったんですけど、まあ、みんなの応援で勝つことができました。ありがとうございます。あと、なんか言うことを決めてたんですけど忘れちゃったんで、また今度言います。あと4月は山崎選手と決まってて、前1回負けてるんでリベンジして自分がチャンピオンになります。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあこれを受けまして山崎雄一選手お願いします。こんばんは、 K1 ジムシルバーアルフの山崎雄一です。本当にどっちが今日勝つか分かんなかったんですけど、中島選手と決まったんで、はい、4月12日は、まあ、KO だけを狙って、まあ、KO が全てじゃないんですけど、やっぱり一番分かりやすいんで、はい、KO を期待されて KO するってことに挑戦します。はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さて中村さん、2人の人となりといいますか、男っぷりといいますか、見えたマイクでもありましたけれどもね。そうですね、まあでも
この2人だったらもうこうゴツゴツした男っぽい試合で、あのタイトル争う試合になるんじゃないですかね。まあ、前回一応対戦してるんですけど、その時も延長まで行ってかなりこうもつれた接戦だったんで、そうでした。まあこう紆余曲折あってベルトかけて再戦して CU を決するっていうのは、そういったまだドラマが出来上がったんだなっていうのが感じますね。そうですね、はい。